ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日はですね、2021年2月の13日土曜日ですね、さっきまでね、京王相模原線のね、多摩川の鉄橋のところにいたんですけど、隣がね、小田急線なんですね。で、小田急線のところまでね、サイクリングしてやってきました。スーツさんがね、東海道のね、道をなんか自転車で行くって言ってるんで、私もじゃあ自転車乗ろうかなと思って、はい、サイクリングしてます。撮り鉄してたらなんだかロマンスカーが来たみたいでね、慌てて撮影を開始しました。ちょうどね、白いロマンスカーが来ました。なんかゆっくり走りますね、ロマンスカーってね。やっぱりパンタグラフが向きが変だわ面白い形してる。なんかそんなロマンスカーですね。白いロマンスカーだと、VSE っていうのかな、あの屋根がね、丸くなってますもんね、はい、結構これかっこいいですよね、白いロマンスカーね。これは当たりのロマンスカーだと思います。で、動画のね、後ろ側にはね、国分寺外線っていうね、多摩川がね、長い時間かけて、崖みたいにね、こう水、川の水でこう土が削れて、後ろの方が結構ね、急な崖みたいになってるんですよね。まあそんな地形のところなんですね。なんで私の後ろ側の方はね、結構崖みたいになってて、で東京都側なんですよ。で、世田谷区ですね。それで川の向こう側が神奈川県で、神奈川県の方はね、結構ね、土地がちょっと低めなんですよね。だから神奈川県の川崎市側なんですけど、そっちはね、よく昔は川が氾濫してたってよく聞きましたね。社会科の勉強でね、よく川が氾濫してるんだみたいな、多摩川の氾濫した後の川の形をなんか選べみたいなね、そんな試験が出てた覚えがあります。そんなところなんですね。で、昔はあと、この鉄橋もね、今は4線で、複々線というやつになってますけどね。昔は2つの線しかなくて、行きと、上りと下りかな。それしかなかったんですよね。まあ、いつの間にかね、4線の複々線にね、増えてますね。はい、在宅勤務をね、ずっとしてるんでね、太ってきちゃったんですよね。で、食べる量もね、結構減らしてはいるんですけど、なぜか太ってくると。で、まあ家の周りを散歩したりはしてるんですけど、それだと足りないみたいで、まあじわじわ太ってきちゃったと。っていうことで、ちょっとスーツさんもね、自転車乗ってるってこともあって、まあサイクリングしようって思って、サイクリングをしたんですね。で、サイクリングすれば少しはね、カロリーを消費するから、まあ痩せるかなと思って頑張って、走っております。まあまたね、走る多摩川沿いをね、まあまた天気のいい日には走ろうかなと思いますね。ちょうど気候もね、少し暖かくはなってきましたんでね、まだ寒いですけどね。で、ジャージを着て走ってますんで、で、ジャージの中になんかスポーツ用の T シャツみたいな、長袖の T シャツ着て、で、さらにまたその中にまた T シャツ着てみたいな感じで、走ってますね。それで、まあ、なんとか防寒してる感じです。寒くないですね。はい、私はね、ちょうど川の向こう側の神奈川県に元住んでたんで、元川崎市民なんで、まあ登戸はね、よく自転車で遊んでたんですよ、小学生ぐらいの時とか。それでちょうど今ね、ドラえもんの藤子不二雄の博物館になってますけど、あそこの辺りで、まだあと遊園地もね、やってた頃に、遊んだことありますね。あと生田緑地でプラネタリウムですね。プラネタリウムっていうのが生田緑地にあるんですよ。それを見たりして遊んでましたね。泊まってると寒いんでね。じゃあ次の、田園都市線の方に行ってみたいと思います。ということでね、今日はちょっと4分ぐらいの動画なんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。